サポーターが取れるわけですからね。さあ選手が入ってきました。トレビダンのクリアウト拾って斉藤光左足で打ってきました。はい、まあ同様で取らせませんし、はい、おっと戻しが引っかかった。中川のパス、北川小田氏は左足、このパスどっち、 FC 東京バングーナガンでパスにしましたが、小柏には中川右足、ナイスキーパー、白井が対応しました。後ろから上がって三木の切り返し、あっとペナルティースポットを刺した。ベルディ PK 獲得、染野が流れて三木、ここにあの染野が流れて、その流れたスペースに対してニアゾーンを三木、ベルディ先制。28分 PK 三木、東京ダービー均衡を破れました。ゴールキーパーの畑野とタイミングを合わせない、流れましたんで森田がプレス、前に出ました宮原、木村が宮、真ん中、染野右足、34分ベルディ追加点。スペースがぽっかり空いてマイナス開けてる技と、それに対してしっかりかぶせてボレー、これ見事な、これ狙い通りの、そして期待通りのこのプレーを染野も含めて全体がしてくれましたね。どこだ、真ん中、高い打点のエンリケ・トレビザン、川です、ワンタッチ、こうです、反転、田原積田、自分で行く、もう一ついった、田原積田の折り返し、田原積田のそこをこうあの意表をつく、まあ、この打開といいますか、このドリブルも重要ですね。染野が前向きになったんですが、その前の接触のところで笛が鳴った、おっと、そした安西ですが、これも稲見の食いつきから敵陣で奪って、ドリブラー山見、山見打つ、冷静に取りました、左山越し、外に山見食いついた、白井は後半非常に高い集中があります。探す白井、走る寺山、外田原積田から左から遠藤が来た、1点返した FC 東京、マイナスにこれ刺したんですよね。それによって寺山かなと思ったら、その後ろから遠藤ワンタッチ、本当にあの見事なゴール、一連の FC 東京らしいゴールですね。いや山見が行った、山見が来た、打った、左の原川、走る山見、コースを変える山見、3対2、右は小長も走ってる、さあ松橋も来た、山見打った、ナイスキーパーぐらい上げました。その背中に放り込む畑野、ラッシュ、エンリケ・トレビザン、中川、横田、プラス援護ケーター、いやいや94分、意地を見せた FC 東京、ゴールしてからのこの振りが非常に速い、トレビザンにまず合わせる、畑野も息も合ってる、セカンド拾えた、この後ですね、ジャジャシルバーもいたんですけれども、はい、外に逃がしてボールを左足でもう外からボールを巻く、これゴール見てないですけれども、ゴールキーパーがどこに立ってて、ゴールがどこにあって、もう俯瞰で見えてるっていうようなゴールです。トレビザンの頭、お枠は捉えましたが、マテウスキャッチ、16年ぶりの東京ダービーファイナルホイッスル、ベルディ2点先制、数的不利の FC 東京、主軍の遠藤啓太の2発、追いついての 2-2 のドロー。